広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはようピーヨピーフットです。ナナプルです。今日はですね、ポケカ対戦で知っておくと役に立つルール、テクニックを紹介していきます。はい、イエイ。対戦でね、役に立つものを取り上げていきますので、ぜひ最後までね、ご覧ください。はい、それでは行ってみよう。ジュン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 、ここ使おう。ミライド EX に雷エネルギーをつけます。ではこれでナンジャモ使います。ストップ、お互いの手札がないときはナンジャモを使うことができません。なるほど。カードの効果にその後と書かれているものは、その前の処理ができない状況では使うことができないんですよ。ナンジャモで言うと、その後の前にある、お互いのプレイヤーはそれぞれ自分の手札をすべて裏にして切り山札の下に戻すという部分が、お互い手札を持っていない状態では処理できないことになるので、なんじゃも自体を使えないということですね。なるほど。逆にどちらかのプレイヤーの手札が1枚でもあって、裏にして切り山札の下に戻すということができれば使うことができます。今後もね、よく使われるカードだと思うので覚えておきましょう。いやー、ここで使うしかないか。森の封印石に書いてある V スターパワースタールケミンを使います。あれ、場にミカルゲと頂への雪道も出てるんですけど、特性スタールケミンって使えるんですか？はい、使えます。ミカルゲの特性や頂への雪道はポケモンが持つ特性をなくすものです。森の封印石の V スターパワーの特性はポケモンの道具に書かれているものなので、なくなっていないんですよね。なるほど。ポケモンが持ってる道具の特性を使ってるっていうイメージですね。キルリアンのリファインを使います。ミュウツーブユニオントラッシュして2枚いきます。もう1匹のリファイン使ってミュウツーブユニオントラッシュします。ストップ。山札がない状態ではリファインは使えません。なるほど。これ以上引くカードがないことが明らかになっているので、山札を引く特性は使うことができず、同時に手札をトラッシュすることもできないということになります。なるほど。戻します。技を使います。毒毒リッパー120ダメージでバトルポケモンを毒にします。はい、この毒で乗せるダメ感の数は6個になります。なるほど。じゃあ毒になってポケモンチェックで6個ですね。1枚引きます。じゃあダイフロスト3枚トラッシュして270ダメージで、はい、じゃあ気絶します。はい、再度2枚もらいます。はい、じゃあ毒ロックをバトル場に出します。ではポケモンチェックですね。毒でダメ感6個。じゃあ1枚引きます。では技拳のトゲで60ダメージ。はい、これでポケモンチェックで毒のダメ感6個ですね。ちょっと待って、うん、このポケモンチェックで乗せるダメ感の数は1個です。え、毒毒リッパーで毒にしてたから6個じゃないんですか？毒ロックの拳のトゲに相手のバトルポケモンを毒にするって書いてあるよね。すでに毒になっているポケモンに対して毒にする技や特性を使った場合、新たに使った方の毒が適用されます。もともとは毒毒リッパーでダメ感が多く乗る毒だったけど、拳のトゲを使ったことでその毒は乗るダメ感1個の毒に変わりました。なぬ、これは覚えておかないとですね。では輝く風鈴の特性ペインスプーンでベンチのゲノセクトVのダメ感を2個バトル場のミュウ VMAX に乗せ替えます。なるほど。ミュウ VMAX にはですね、フュージョンエネルギーがついているので、なんとペインスプーンの効果を受けないんですよ。なに、この場合は乗せ替えたかったダメ感はどうなるんですか？このダメ感、場から消えます。え、特性が使えなかったってことじゃないんだ。少し複雑なので順を追って説明しますね。まずゲノセクト V は特性の効果を受けるので、ペインスプーンの効果でダメ感が動きます。しかし選ばれたフュージョンエネルギー付きのミュウ VMAX は相手のポケモンから特性の効果を受けないので、結果ダメ感を乗せることができず、場からダメ感が消えるという処理になるんですね。ふむ、うっかり損しないように選ぶポケモンを気をつけたいですね。じゃあ技を使います。エキサイトサンバで60ダメージ。これで輝くジラチ気絶ですね。ちょっと待って、
ダメージを与えた後に技の効果を処理してから気絶ですよ。そうでした。じゃあ気絶する前に入れ替えるからバス出します。じゃあ炎帝V をバトル場に出します。はい、これで輝くジラチが気絶ですね。はい、あ、この場合輝くジラチの特性長いオタクスってベンチでも働くんですかね。バトル場で技のダメージを受けて気絶した時って書いてありますが、これですね、働くんですよ。うん、この特性はバトル場で技のダメージを受けてという部分が大事で、今回はバトル場でダメージを受けました。その後にベンチに下がってから気絶していますが、これでも特性願いを託すの条件は満たせているんですよ。なるほど。分を分かりやすく分けるなら、バトル場で相手のポケモンから技のダメージを受けてと気絶した時という感じなんですね。うん、じゃあ好きなカードをね持ってきます。ここまでは覚えておきたいルールを紹介してきましたが、ここからは役立つテクニックを3個紹介していきます。技を使います。ダイナミックテールで弱点380ダメージ。はい、自分のポケモン1匹に60ダメージはビッパを選びます。これで倒してサイドを取ります。あ、ちょっと待って、ビッパダメージ受けてなくないですか。ビッパの特性へっちゃら顔はベンチにいる限り技のダメージを受けないので、自分の技のダメージも防ぐことができます。なるほど、うまいコンボですね。他にもテラスタルのポケモンなどベンチにいる時ダメージを受けないポケモンを使う時は役立つテクニックなので覚えておきましょう。ちなみにマナフィの特性波のベールは相手の技のダメージから自分のベンチポケモンを守る特性なので、自分の技のダメージは防ぐことができません。じゃあこのヨザル EX の技を使います。アンガーグラッチで。はい、このヨザル EX 残り HP10 ですけど、この場合アンガーグラッチって使えるんですか。はい、使えます。乗せたい分ダメ感を乗せて技のダメージを計算した後、受けているダメージが自身の HP を超えたらこっちも気絶しちゃうという処理になりますね。うん、なので今回は12個乗せて240ダメージ出しちゃいます。なるほど、残り HP10 のこのヨザル EX でも大ダメージを出せるってことですね。強い。はい、こちら役に立つので覚えておきましょう。手札からネオラント V を出して特性ルミナスサインを使います。はい、これ大口の沼が出てるんですけど、ダメ感を乗せるのと特性を使うのってどっちを先に処理するんですか。はい、この場合自分の好きな順番で処理することができます。うん、ということでルミナスサインを使った後に大口の沼の効果でダメ感を乗せることもできますし、ダメ感を先に乗せることもできます。ただしこの状況ではダメ感を乗せてしまうと人類 X の特性呪縛の大地が働いてネオラント V の特性がなくなっちゃうので、先にルミナスサインを使ってからダメ感を乗せるといいですよ。なるほど、これを覚えておけば大口の沼と人類 X が出ていても安心してネオラント V を使えますね。イエス。ということで今回はポケカ対戦で知っておくと役に立つルールテクニックを紹介していきました。うん、明日友達に話したくなっちゃうようなものも多くて楽しかったです。ぜひ皆さんも役立つルールテクニックがあったらコメント欄で教えてください。はい、今日の動画が参考になった方、いろんな方にこの動画を教えてあげてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回、バイバイ。